こんなバカバカしい戦い、いつまで続けなければならないのかしら。冗談は、その下品な言葉遣いだけにしてくださる私は、成し遂げなければならない崇高なる目的のため、ここで破れるわけにはいきませんのな、いいではありませんの胸とは、いわば母性の象徴、女神としての器の大きさを表しているようではなくて、 でも、それで言ったら、あなたが一番女神にふさわしくないのかもしれませんわね。なあっはあ。けど、こんな不毛な戦い、いつまで続くのかしら。確かに、数が減れば、少しは戦況が変わるかもしれませんわね。そうですわね。このまま残られても厄介ですし、 ネプテューヌで異論はありませんわ。ランランとアイちゃんが取り戻してくれたこの力で、必ずあなたを倒しますわ。ありがとう、アイちゃん。けど、今は目の前の敵を倒すのが先決ですわ。ネプテューヌ、そしてコンパさん、まだ立てますわね。引く気がないようですわね。でしたら、嫌でも後悔させて差し上げますわ。 好きなみなセリフですが、ランランやアイちゃんのおかげですわ。えああ、い,いえ、これはその、特に頑張ってくれた二人に対してであって、決してあなたたちを無限にしているわけでは。ええ。改めてお礼を申し上げますわ。捉えて、洗いざらい吐いてもらいますわ。きっと、ルイーに黒幕がいるはずですから。 この後に及んで、まだ強がるよ。<laughs> 追い詰めたと思っていましたのに、逃げ足だけは早いですわね。今度会ったら、絶対捕えてみせますわ。そうですわね。ランランの治療もありますし、帰りましょうか。あなたが、イースなんとなく、イストワールが警告したいことがわかりましたわ。つまり、 私の力は無事に取り戻すことはできましたが、その力をコピーされている可能性があるのですわ。そうですわね。私も今後は二度とこのようなことにならないように気をつけませんと。こちらも本気でお相手をして差し上げますわ。女神として、たとえ他国の国民とはいえ、見捨てるほど非常ではありませんわ。 <laughs> 今のあなたが私に勝てると思って女神三人を相手にするには性能不足だったようですわね。さあ、ガナッシュ。あなたたちの企みもここまでですわ。まさか、別の狙いがあったと言うんですのリーンボックスでの借りを返させていただきますわ。落ち着きなさい、ブラン。 私だって許せませんわ。ですが、ここで我を見失うことは、彼女の思う壺ですわ。逃げますわ。多勢に無勢。それに加えて、こちらは満身創意。逃げる以外、選択肢はありませんわ。そうは言っていませんわ。むしろ、これからは、彼らを逃がすための戦いをすべきですわ。レジスタンスの皆様は、リーンボックスへ ですが、そうなってしまっては、あなたたちが。そういうことなら、信じさせてもらいますわ。彼らを避難させ次第、すぐ戻ってきますから、それまで待っていてくださいな。私もいますわよ。お忘れにならないでくださるあら、約束したではありませんの。避難させ次第、急いで戻ってくるって。ええ、なんとか大丈夫ですわ。 ところで、マジェコンヌはどうなったんですのちょっと不届き者を葬りに、リーンボックスに行って参りますわ。そうですわ。過ぎたことをいつまでも悔やんでいるより、次のことを考えませんと。博覧会の後処理に、アブニールの責任問題、そして怪我人の救護。ブランあれを見てまさか、いえ、そんなはずが。 おそらくあれは、人々が想像する魔王を、イストワールの力で具現化した存在。人々が魔王を信じている限り、何度でも蘇りますわ。この者たちを傷つけるというのならば、私が許しませんわ。確かに私は偽物。ですが、そんな私でも仕えてくれるのであれば、主としての役目を果たすのみ。 私には、羊喫茶に行く使命がありますの。それを果たせずに消えるわけにはいきませんわ。はっだからこそ、攻撃しているんですわ。人間ごときが、私の槍を止められると思って。女神化完了ですわ。これなら、もう遅れは取りませんわ。羊、喫茶。 それに、種は蒔きましたわ。今は、芽が出ることを信じて、戦うしかありませんわ。どうやら、蒔いた種から芽吹いてきたようですわね。リーンボックスも、ランランのコミュニティのおかげで、世界中のランランたちが協力関係になっていますわ。それに、ネットも、私の方で掌握済みですわ。やるなら、徹底的にやりませんと。 やはり、私たちの国だけでは足りないようですわね。これは、一体何が起こっているんですの大切な友人との出会いをくれたあなたにお礼を。そして、それを奪わせないためにも、ここで打たせていただきますわ。今、あなたや私たちにできるのは、これ以上、彼女やゲーム業界が苦しむ前に、解放してあげることですわ。 ですが、それが目の前で起こっている以上、認めざるを得ませんわ。それほど、不なる力に飲まれているということですわ。こ、これは量だけではありませんわ。シェアに込められた願いや祈りも、とても強いものですわ。これで、ゲーム業界は救われたのですね。